セントクロワの戦いは、ルルートル神父戦争中の1750年の春に、ノバスコシアのセントクロワで起きた戦闘である。この戦いでは、ニューイングランドレンジャーズとミクマク族が3日間に渡って交戦した。エドワード・トリデアと1710年のポート・ロワイアルの戦いでイギリス領となったにもかかわらず、ノバスコシアの大部分の住民は、カトリックを信奉するアカディア人と、 ミクマク族だった。この地域へのプロテスタントの入植地の建設を阻むため、ミクマク族は1715年に現在のシェルバーンに建設された入植地を1720年にカンゾに建てられた入植地を襲撃した。それから年月が過ぎ、1749年の6月21日にエドワード・コーンウォリスが13隻の輸送艦を率いて、 ハリファックス建設のために到着したのを受けて、ルルートル神父戦争が始まった。イギリスは一方的にハリファックスの建設に取り掛かり、1726年のラル神父戦争後に、ミクマク族と結んだ条約をないがしろにした。ハリファックス建設の1年半の間、イギリスはノバスコシアの監視を強化し、主だったアカディア人の集落に取り出を築いた。現在のウィンザー、 グランプレ、そして、シグネクト地境である。また、アカデアの大都市である、アナポリスロイヤルにも、イギリスの取があり、港と隣接していなかったものの、コベキドにも取があった。1749年9月30日、襲撃に先立って40人ほどのミクマク族が、ダートマスで材木を製材していた6人の男を攻撃した。6人のうち4人がその場で殺され、1人が、 補修されたが、もう一人は逃げた。ミクマクに殺された者のうち、二人は頭皮を剥がれ、他の二人の首は切り落とされた。レンジャーズの部隊がミクマク族の後を追い、二人の首を跳ねて一人の頭皮を剥いだ。1749年10月2日のダートマスへの襲撃への対応として、コーン・ウォリスは全てのミクマク族の首に検証をかけた。検証額は、 その当時フランスがイギリス人の頭皮1枚につきミクマク族に与えていたのと同額にした。さらにこの任務を遂行するために2つのレンジャーズの中隊が組織され、うち1つをフランシス・バルテーロ隊員、もう1つをウィリアム・クラファム隊員が指揮してジョン・ゴラムの部隊と共に行動した。この3つの隊はミクマク族を探して管轄地域を行き来していた。 10月半ばまでにビューロジには、中東兵が入った。条約不履行のため、そして、ジョージ王戦争後のアーヘンの和訳のために、フランスが兵を出せず、ミクマク族のイギリスへの敵意を先導したため、イギリスにいい印象を抱いていなかった。ミクマク族は、1749年11月27日に、砦の周囲を測量していた中尉のジョン・ハミルトンと18人の兵士を、 マリシート族と共に、不意打ちし、捕虜にした。その後トリデを攻略しようとしたが、うまくいかず、捕虜と共に、シグネクト地境へ撤退した。バトルヒル1749年12月17日、ハリファックスからグランプレまでは、道が整備されていたが、その路上で、コーンボリスはゴラムに、連絡の妨げとなるインディアンたちの道を一掃してしまうように命じた。その後、 1750年の3月18日、ゴラム指揮下の両兵隊がサックビルトリデを出発して、総督コーンウォリスの命令のもと、ピジキドへ向かった。彼らの目的は、ピジキドにトリデを作ることだった。このゴラム指揮下の両兵隊に関する証言は、すべてイギリス側の文献によるものである。3月20日の正午頃、ゴラムと兵士たちは、 セントクロワ川沿いのアカディア人の集落に着いたところ、5軒しかない民家がすべて無人なのに気がついた。そして、対岸の矢部にミクマク族が潜んでいるのを察し、レンジャーズは銃撃を始めた。この小ゼリアイは包囲戦となり、ゴラムの兵たちは製材所や2軒の家に避難した。バトルヒル周辺での砲撃の間、レンジャーズはゴラムをはじめ3人の負傷者を出した。 ゴラムは太ももに銃弾を受けつつも、その痛みに耐えていた。戦闘は、熾烈なものとなり、サックビルトリデーへ援軍の要請が送られた。サックビルトリデーの伝令は、28マイルの距離を8時間で、走破した。セントクロア川下流地域3月22日、援軍の要請に対して、コーンボリスは、クラファムとセントローョ隊員の連隊を出動させた。2台の野砲を持つ。 この二つの隊は、ピジキドでゴラムに合流する予定だった。援軍のおかげで戦闘での形成は一転し、ミクマク族は撤退を強いられた。この戦いの後、ゴラムと応援軍は引き続き、ピジキドを目指した。ピジキドについたゴラムは、ラソンプションの境界に陣取って、周囲の辺境地帯で、ミクマク族追悼の任務を指名を続けた。ありがとうございます。